宇佐美が怪我をして復帰までかなり時間がかかりそうですが、レオさんが監督なら代わりに誰を使います？川崎ガンバ見たんですけど、どっちのチームもさ、川崎はあれ、まあ、結構離脱者とか出てるからチーム内どうなってるか分かんないけど、あれ4123のシステム使ってるけどさ、ボールの取りどころ決まってない守備するからずっと回されるよね。別にガンバの配置がいいわけじゃないのです。で、ガンバはガンバで、川崎が前から来てないのに、前線の選手どんどん降りてって、センターバックは持てるけど持たされないみたいな。だから本当にワンツーとか連携では崩すんだけど、チーム全体でどういう風に川崎動かして崩そうみたいな感じないから、結果両チームで起きてたのは、それぞれの選手が連携とか瞬間的な輝きのあるプレーをして、点につながるかみたいな。最終的にはミスで同点になったけど、まあ、小野瀬のゴールとか。そう、だから、両チームともボールの取りどころ決まってなければ、相手チームに合わせた崩し方みたいなのも、全体のプランもすげえふわふわした感じで、なんか残念でしたけどね。普通に斉藤美月が、なんかいいなとか、山本がいいなとか、まあ、こんなんかみたいな感じになりましたよね、見てて。さっき、宇佐美がいない時の戦い方ちゃんと答えなかったな。多分、ガンバ、キャンプで練習できてないでしょ、コロナとかの影響で。だから、ボール繋いでどういうサッカーをやるかっていうところが、まだ共有しきってないから、ああいうなんかふんわりした戦い方。ロングボール蹴って勝負するか、一人一人の個人の力で勝負するかになってるから。あれに関してはね、それが、だとしてもね、まあ、今は毎日一緒にいて練習できてる。ガンバに対してどのくらい厳しくなっていいかもわかんないですもんね。正直、過密日程でも仕上げるチームを見てたりとかね、3日で仕上げるコンテとか見てますからね、トゥエルとか。もっとできるだろうっていうふうに思っちゃう部分もありつつ、そういう見方は厳しすぎるのかな、みたいな感じですね。どうも。もうちょっと見てみないと分かんないですね。これが半年1年経って、片野坂さんのサッカーで何もうまくいってなかったら、ガンバ大阪での斉藤美月のプレーはどうでしょう。なんか湘南時代はもっとガンガン前出てくイメージでしたけど、なんか落ち着いて周り使いながら出ていけるときに出ていくみたいな、ちょっと成熟したみたいな感じがしましたけど、あとは怪我しないでほしいね。だって昔からそのロシアだっけ行く前からさ、もう斉藤美月いいわ、斉藤美月いいわって言ってたから、ちゃんとまだいい選手でよかったって感じですね。